はい、間違えました。追憶のスライド縄張りバトルです。よろしくお願いします。ということで、10月31日なので、みんなに仮装して来てもらいました。いろんな仮装がいると。魔女盛りだくさん。魔女5人いる。この部屋魔女が5人いる。まあでも一番有名なのが、なんだろう、仮装って言うと魔女とか、男の人だったらドラキュラかな、ドラキュラとかが多いイメージが、フランケンシュタイン少ないよね。あるんですけど、はい、ということで今回は、ハロウィンバトル。ういしょー。はいよ。ボルドマーカー使うんですけど、ボルドマーカーはなんか結構濡れるんで、縄張りバトルでいいかなっていう。ここ広いしね。そう、で、俺ね、ちゃんと仮装してきたんですよ。今いろんな仮装があると思いますけど、やっぱアニメの仮装。みんなこれわかる？なんかこれちょっと。わかるこれ。これね、のび太の格好します。ドラえもんの。アニメキャラ使ったんですけど、やばい。のび太足速いから。ナイス。ちょっと、リアルののび太も犬に追いかけられてるときめちゃくちゃ足速いので。ジャイアンとかに追いかけてる。ほら、見て。っぽいでしょ？最近鬼滅の刃とか呪術廻戦とか、アニメのコスプレ多分多いと思うんですよ。今年は。誰かいるな。僕は？よし。俺のコスプレ、ちょっと他の人と比べると、なんかただの人間みたいで、気づいてもらえないかもしれない。自分で言わないと。このまま一回塗りに行っちゃいましょう。あー、なんか来てるな。てかさ、すごいよね。北斎とかパブロ、これあれでしょ、ほうきでしょ、ほうきの代わりだよね。ちゃんと武器まで、仮装してるの、なんか、クオリティが高い。クオリティがめちゃくちゃ高い。うわぁ、びっくりした。なんかいた。え、魔女隠れてた。魔女の術？透明人間？透明人間って仮装はできないな、絶対に。これは。見えないもん。なんかめちゃくちゃ塗られてる。あれとか魔女どこ行った？おー、ここにいる。で、後ろにいる。危ねえ、魔女めっちゃ隠れたのや。いや、ナイス。ちょっと塗っちゃいましょう。うちのチーム塗り強。もうこのまま伸びたで塗っちゃいますわ。ドラえもん好きなんで。バッグも財布もドラえもんだからね。オッケー、ナイス。来たね。ちょっと周り塗りに変えろう。うわっ、カボ危ねえ。オッケー、爆風で倒して、もう結構塗ってくれたね、みんな。あ、オレンジだった、全部かぼちゃ色。まあ俺かぼちゃ一番嫌いなんですけど、秋の風物詩のキノコとか好きなんですね。ありがとうございました。みんなちゃんと見てほしいわ、こののび太の格好。最後映るでしょ。ありがとうございました。結構オレンジだったね。あ、ほら、見て、伸びた。女の子がちょっとな。静香ちゃんと混ざっちゃったのかな。クイックバスケット、ちょっとステージ変えました。よろしくお願いします。うわ、いっぱい来たね。いろんなのいるね。ジェイソンいたね、今。ジェイソン。てか、みんなさ、あ、待って。俺の格好、メカになってる。あれ？なんか、JK にしてきたんですけど、JK コス。普通に JK だよって、ちょっと、女の子っぽく行こうかなと思ったんですけど。あれ、なんで？ミスっちゃったな。やべえ。メカ高校生なんで、なんかそんなにかっこよくない。可愛くもない。中途半端になっちゃったな。ここ登れるか？いっぱいいるので今行っちゃう。おお、誰かいる。ナイス。いいね、味方と一緒に。よし。二人できた。JK 塗ります。JK メカ JK。なんだメカ JK って。ありそうだな、日本のアニメで。メカ JK。あ、来てるね。ターボン怖いんだよな、一発でやられちゃうから。危ない。オッケー。あぶねえ。なんか、ジェイソンが。ジェイソンも怖いよな。フライデー、13日の金曜日。
13日の金曜日は危ないってなるとジェイソンの意味ですよね。ジェイソンが映画で暴れまくるから3話ぐらいまで見たわ。結構グイグイいってるみんな。もう塗る場所がどんどんなくなってる。敵がいるとこあんま塗りたくないんだよな、この武器だと。ナイスキル。大丈夫か。なあ守れ、危ない。ちょっと一旦退散。そう、え、なんか爆発、おお、なんか爆発こんなするっけ。あ、オッケー、こんにちは。あ、こっちか。オッケー、結構乗った、結構乗った。あっちカーボンか、あんま行きたくないけど塗りポイントだけいただこうかしら。うん、ぐいぐいは行きたくない。うおー、待って、なんかカーボンめっちゃ攻めてきた。どこ行った、飛ぼう、くれ、ういじゃー。ちょっと、いやっほん、インカーマーだべ、多分今強っ。インカーマー強あー、でも頑張ってくれてる。着地インカーマー勝てなかったな。いや、せっかくのハロウィン、危ない。ありがとう。でも暴れてる、暴れます。せっかくのハロウィンにね、あのゲームしてても楽しいですからね。はい、ありがとうございました。お家でハロウィンパーティーって感じなのかな今。あのね、感染症とかのちょっと外に寝てたくない人とかのためのフェスが多分あったんだけど、去年、今年もないかな。もう無理か、もう遅いか。いや、フェスやりてえな、なんかこうやったら思うわ。先輩っていうアニメあるよ。おーおーおー、仲間いる。キョンシーかぶった。待って、キョンシーめっちゃかぶった。あ、でもキョンシーハロウィンっぽいっしょ。かぶっちった。せっかくなので、あの姫ちゃんステージでねやろうかなとは思うんですけど、かぶっちまった。まあでも全然キョンシーが3人も仲間にいるのは嬉しいっちゃ嬉しい。あ、割れないんだ、危ない。ちょっとここ侵入させたくないな。これ爆発させられると危ない。そうだな、キョンシーだー、仲間だ、ごめんな仲間。うら、めちゃくちゃ速いキョンシーよいしょあれ、あと1人多分どっかにいるはず。いや、これ割っちゃおう。あれ割れない。お、慣れてきたあれ、なんか一人いなくね。あれか、あ、やった。ああ、追い込んだ君ちゃんステージ俺結構好きなんですよ。よいしょ、ここ当てないか。ガー爆発したダメもらっちゃった。ダメが、え、すごいタコティカルな、あ、騎士みたいな人いる。だからいろんな格好あって面白い。いいな。俺ちっちゃい頃仮装一回したことあるんだけど、お母さんに仮装したいって言って手伝ってもらったんだけど、トイレのトイレットペーパーをさ、ぐるぐるこれに巻かれてさ、これであのミイラ男だよ。なんかひどいわうちの母すごい安上がりな仮装をしました。危ねえ、ちょっとジグンが塗られてしまっている。あ、てかそろそろ姫ちゃんが出てくる時間だ。ここから姫ちゃん、危ねえ、なんかいる。姫ちゃんどころじゃない。オッケー、踏みつけた。ういしょ、これ俺取っちゃうわ、くらえまだまあ、なんか倒してる。ナイスです。なんか俺倒してる。姫ちゃんキャノン当たった。姫ちゃん当たった。ラッキー。ナイス。塗っときます。俺のうちに塗っときます。いいね。このまま行っちゃうわ。この上どうしよう。この上。この上。いや、
降りてきた。あ、危ない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 。ミサイルやめてね。よし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 、濡れ濡れ、みんな濡れ。あーくそーもらった、みんな濡れ、頑張れ。キョンシーだ、やっぱキョンシーで始まってキョンシーで終わるんだ。もうわかんない、こっちだ。わかってた、普通になんか普通にサイドだし、結構僅差だと思ってた。姫ちゃんキャノン撃てたの嬉しい、ありがとうございました。みんなも仮装してね。